皆さんこんばんは、アイです。今日も土曜日になりましたので、今週の購入品を紹介していきたいと思いますが、今週はね、特にね、目立って面白いものを買ってない、面白いっていうか別にいつも面白いものを買ってるわけじゃないんだけど、なくて、あのヘアケアとネイルケアの用品ぐらいしか買っていないんですけれども、あの一応購入したので紹介していきたいと思います。はい、1つ目、今日も髪巻いてるんですけど、この前ね、あの久々に髪を巻いたんです。私普段全然あのヘアブローとかセットとか全然しなくて、夜お風呂入ったらドライヤーでブワーっと髪を乾かすだけで、だから朝も昼も多分あのどっか出かける時も特に髪をあのドライヤーでワーとかしたりとかもほとんどしなくて、まあ、髪伸びてるともうどうでもいいやとかなってくるの で、せっかく切ったし、なんか久々にこのハイライトが入ってるから巻いたりとかするとちょうど可愛く見えるかなと思って、そのこのハイライトとのこのコントラストの関係でいいかもしれないなと思って、だから外巻きでもいいし内巻きでもいいなと思ってて、なのでこの前巻いたんですよ、髪を久しぶりに本当に。そしたらその時にはやっちゃったと思ったのが、あの髪がねすっごい私細くて、もうすっごい細くて弱い、すぐドライになるし弱くて、あんまりね、すぐ傷んじゃってよくないんだけど、あれがなかったの、あの熱から髪を守るようななんかスタイリング剤みたいのがなくて、はやっちゃったなと思ったんだけど、まあいいやと思ってそのまま巻いちゃったんですよ。でもやっぱりまあしょっちゅう巻くはないとは思うんだけど、一本あってもいいなと思って、それでターゲットで見てて、このロレアルのこちらを買いました。ロレアルのちょっと光っちゃうな。そう、これはなんかなんだろう、ヒートスプレーみたいな感じで、アイロンストレートヒートスプレーって書いてあるけど、まあストレートじゃなくてもいいしみたいな感じで、まあフォーオールヒートツールズって書いてあるから、まあ、巻いてもいいかなと思って、でなんか面白いなんかルックになるよとか、まあボリュームも出るしと思ってこれを買いました。匂いはなんかうっすら化学的なローズみたいな香りで、別に嫌な感じもなく、髪につけた時にもすぐ匂いは飛ぶので、まあそこまで匂いは気にしなくてもいいかなと思います。てか他のやつが欲しかったんだけど、この熱から髪を守ってくれるスタイリング剤がなぜか1個しか、これしかなくて、どうしよう、他のが欲しかったんだけど買おうかな、どうしようかなと思ったんだけど、とりあえず買いました。まあ4ドルぐらいだったのでそんなに高いものでもないしと思って買いました。で450°C まで OK、 450°C って何度ぐらい、200°C 以上、200-300°C 以下ぐらいだと思う。なのでいいかなと思って買いました。でなんか最初分かんなかったんだけど、ここにね、ロック単ロックがあって、これをカチカチってこう出っ張ってるんだけど、こうカチカチってやると、使えるようになったりするので、今ロックしてるかな、あ違う、今アンロック、これでロックされてるみたいなので動かない。でちょっとね、ここが使いづらい、私手がどうしても小さいのでちょっとね長さとかが足りなかったりとかしてやりづらいとか思うんだけど、まあそれはね、どんなものでもそうなので、まあこれに限らずそうなので、はい、それはしょうがないよね、ちょっとサイズ的な問題があるので、全体的な、なので、まあこれ買って髪を守ってできるのでいいと思います。でなんか別にゴワゴワもしないし、なんかスタイリング剤もいらないかなと思ったんだけど、まあいいかなと思います。これ買いました。あ、全部ターゲットで買ったんだけど、これターゲットでこの三角のスポンジを買いました。わかるかな、あの普通のこう三角スポンジ、パスパフッとするやつなんだけど、いつもダイソーで買ってるんですよ、ダイソーで。ちょっとわかんない、あれ、ついてる、
おお、切るんだ、こうやってピチッと。こういう三角のスポンジです。普通のスポンジね。いつもダイソーで買ってて、ダイソー日本だと100円に消費税今8円だと思うんですけど、こっちは一律1ドル50セント、1ドル50セントで、それが別に円相場関係なく1ドル50セントなんですね。私がこっちに来た時には、まあ多分4年ぐらい前なんだけど、円が80円とか下手したら70円台の時とかがあって、でそんな時に最初に行って、待てよと、100円のものを倍出して買ってるんだとかちょっと思ったりとかもしたんだけど、今は多分110円台120円台とかの時でも結局価格変えずに1ドル50セントでやっているので、まあ今は別にそんな気にならずに買い物をしてたんだけど、ダイソーのものは1ドル50セントで12個入りなんですよ、多分12個入りのパックだと思うんですけど、この前なんかふーっとターゲットフラフラしてた時に、これわかるかな、32カウントね、32で、確かね1ドル79セントとかぐらいで、と思って、やば、私これはこっちで買った方が良かったじゃんと思って、これはもうほんと使い捨てで、毎回メイクするときになんかブレンドするとかクリーム系のものとかをこうコンシーラーとかをやるときにもう使い捨てで使ってるから、まあ、ビューティーブレンダー使えばいいんだけども洗うのもめんどくさいからもう使い捨てでいいやっていうときとかはこれを毎回使うので、どうせ捨てるものでだしこっちの方がいいじゃんと思って、でね、このあと2つぐらいしかもうなくないので、これをついでに買ってきました。なので、まあアメリカ来られる方はこういうの使ってるのであれば、ダイソーで買うよりはターゲットのこのこれターゲットブランドのね、アップ&アップっていうのがこのラジルシマークが買った方のが安くてお得だと思います。ちょっとまだ使ってないので、使用感がちょっと分かんないんだけど、まあ一応水に濡らしても OK だし、そのままでも OK で、一応洗ってあったかいお湯で洗ってソープとかで洗って何回か使えますよみたいな感じだから、使い捨てしなくてもいいと思うんだけど、まあもうそれはどれもそうだと思うんだけど、なので大容量で1ドル79セントぐらいで買えるので、これはいいと思います。であとはネイルケアの商品を買いました。まずこちら、このキスの何ネイルグルー、ネイルグルーを買いました。これでちょっとね滑っちゃうからね、これです。まあ、これはなんかナチュラルネイルでも OK だし、そのなんだっけ、ネイルチップをつけるのにも OK って書いてあったやつで、3種類ぐらい同じのが出てるんだけど、なんかハケだったりがこうポイントだったりとかするやつで、これはティアドロップって書いてあって、先がすっごいね細くなってるタイプなんですよ。で、まあグルーの匂いだけどね、ちょっと私漏れてるんだけど、別に私ネイルチップをつけるために買ったのではなくて、ちょっと今もう塗っちゃったから分かりづらいと思うんだけど、ここからこの端のところからパキッとグルーがはみ出てる折れてて、半分手前ぐらいまで折れてて、でそれでネイルをオフして塗り替えようと思ってて、でこれで一応仮止めのつもりで、そのポトッと落としてシュッシュッシュッとなじませて一応くっつけた感じなんですけど、私すっごい爪薄くって折れちゃうのね。なんかもう本当にくっついてるところと皮膚にくっついてるところと伸びてきたところの境目でパキッとすぐ折れるの。あと縦にも割れたりするんですよね、まあ、乾燥だと思うんだけど、まあなのでいつもは切るかどうしようか悩むんだけど、
とりあえずこれで今日はくっつけてみたら、まあ、くっついたのでとりあえずは持ちそうです。なのでそれでネイルを塗り替えました。でこれはこの前買ったカメレオンネイルね、塗ってます。でもう一つ、あ、これはね1ドル99セントぐらいだった気がする。おお、スースです。でもう一つはこれ、あのファイルを買いました。なんだろう、サロンボードとかいうやつだった気がする。これ1ドル、日本付きで1ドル24セントとかで安いやつ、一番安いやつを買ってきたんだけど、やっぱりどうしてもネイル何回もやり替えてると、そのうちこのネイルの表面がボコボコしてきちゃってあんまり綺麗にならなくなるんですね。なのでまずネイルのケアをするときに、あのネイルの表面全体削って滑らかにしたいなと思ってて、で私の持ってるやつあんまりなんか良くなくって、ガリガリ削れるやつはあんまり好きじゃなくて、やっぱり薄いから危ないしと思ってたので、でも今回はちょっとガリガリ削らないと綺麗にならないなと思ってたので、ガリガリ削れる方を買ってきました。はい、でこれで削って滑らかにしてから塗ったので、だいぶ綺麗に塗れて、その後こっちはあのトップコート重ねた後に1回もう1回削ってからもう一回トップコート塗ってるので、すごく滑らかになってて、こっちはそれをしなかったので少しあれなんですけど、っていうのもなんか途中でめんどくさくなったのと、このカメレオンネイルの説明書きに黒いネイルを塗った後に塗った方のが、そのカメレオンがはっきりして、あの発色が良くなりますよみたいなことが書いてあったので、黒塗ったんですね、こっちの手だけ。嫌いだったの、あの黒を塗った後の色が好きじゃなかったの。なんかわかる？わかるかな？色が全然違うでしょ？で、好きじゃなかったのよ。そう、だから嫌だなと思って、めんどくさくなっちゃったの、そこから。で、こっちは塗らないでやったの。で、こっちは塗ってやって、うわ、やだと思って、なんかちょっとグロいっていうか、グロいじゃないね、黒いじゃんと思って、嫌だと思って、でもだからめんどくさくなっちゃって、こっちもいいやと思ってその削る作業入れなかったんだけど、まあそれでも滑らかは滑らかかな、いつもに比べて、てか前回に比べては、うん、アートもしてないのもあるんだけど、そのままもうベタ塗りのためだけなんで、ベタ塗りしかしてないっていうのもあるからなんだけど、うん、なんでこっちは少し感動したら取って、もう一回普通にプレーンに塗ろうかなと思ってます。うん、ちょっと色わかるかな、これ温度で色が変わるタイプのやつで、あったかくなるとこのグリーンになって、グリーンっていうか、これアクアマリンって色なんだけど、で冷たいところはこのアメジストカラーになって、ちょうど2月から3月にかけてのカラーにはいいかなと思って、私あのあと3月生まれなので三条石がアクアマリンだから、普段はピンクとかばっかり塗るけど、たまにはこういう色もいいかなと思ってます。うん、で足にも別の色を塗ったんだけど、ちょっと待って、今足は超冷えてるから何の色の変化もしてない、お風呂に入った時しか変化しません。うん、なんていうの、夕焼け色みたいな赤黒い色、うん、が冷たい時の色、茶色と赤茶みたいな色で、あったかくなるとあのクリア、透明オパールみたいな色になるやつを塗りました。夏とかいいかなと思ってます。これとね、全然見せればよかったじゃん、こういうね色ね、とこういう色、うん、はい、すいません、あ、話は飛びましたけど、とりあえず以上が今週買ったものです。特に何も買ってなくて、2月の最後の買い物はこんな感じですね。はい、で多分あの旦那からの、あのクリスマスじゃないや、バレンタインデイズギフトという名目で自分が勝手に選んで、ウルタ、日本語だとウルタだね、こっちの人だとウとアの間のアウタみたいな感じの発音をするんだけど、難しい、私にはできないので、そこでいくつかコスメを買って、まだ届いていないんですけど、ちょっとハイブランドと、ドラッグストアコスメとみたいな感じのを買ったので、それが来週あたりに届くかなと思ってます。で来週かな、
もう3月に入るので、私お誕生日なので、なんかお誕生日にもなんか買ってもらおうと、買ってもらうことばっか考えてるんだけど、もらおうと思ってて、あとセフォラで買い物をしようと思ってます。でもセフォラでお買い物をすると、お誕生日の月にはちょっとプレゼントがもらえるので、プレゼント目的にセール品の安いのなんか買っちゃおうかなとか思ってるんだけど、うん。毎年ね、結構ハイブランド、結構っていうかハイブランドのなんかそのセフォラのお誕生日用にそのハイブランドが作ってる内容のなんかコスメティックをもらえるのね。で去年はナーズのなんかベルベットなんかリップスティックっていうのなんていうのとかだった気がするんだけど、とかがあるので、まあ、今年もそれをちょっと楽しみにしたいなと思って買い物をしようと思ってます、はい、できっとでも お誕生日とかも旦那は帰ってこないと思うので、そうそう、だから特になんかどっか行ったりとかもしないと思うんだけど、はい、で今その旦那はぎっくり腰になって毎日カイロに通って朝あのでもそれでも仕事に行かなきゃいけないからカイロプラクターの先生にもう無理言ってあのスポーツ選手用のテーピングを背中から腰にかけてしてもらって仕事に行ってます。はい、かわいそうでも自業自得だと思うってことにした私は。うん、てか私に言われても困るし病院行きだみたいな感じだったわけですよ。冷たいから旦那に対しては、はい、のでそんな感じで、まあ早くその新しくオープンしたお店が落ち着いて、まあ休みが取れるようになって、まあ、2連休ぐらい取れるようだったら帰ってきたいなと思ってたから、2連休で帰ってくるのはちょっとしんどいじゃないとは思ってるんだけど、まあそんな感じで、うん、もうまあ1ヶ月そろそろ経つので帰ってくるかなとは思ってるんだけど、前回新しいお店がオープンした時も1ヶ月くらい、1ヶ月半ぐらいだったので、まあそろそろ帰ってくるかなとは思っていますが、で今月じゃないや3月か4月の頭ぐらいまでには日本に一時帰国をしなきゃいけなくって、っていうのはあのビザが切れてしまうのでビザの更新に行かなきゃいけないので、もう 100% 日本に行かなきゃいけない、帰らなきゃいけない状態にはなっているので、まあそれまでには仕事落ち着いて日本に帰れるとは思うんですけど、まあ日本でいろんなねことしたいなとも思っているし、すごく楽しみです。今月ってか3月4月すごく楽しみです。はい、まあそんなこんなでまたなんか20分ぐらいビデオ回しているので、はい、おしゃべりしすぎです。今回はこんな感じでちょっと簡単なものでしたけれども、買いましたということでご報告になります。はい何それって感じだね。はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。